前の景色見ていただくと、あの後ろにあるのはね、神様の山なんです。近江八幡っていう八幡神社の神様の山で、まあ神聖の山です。でそれの環境を壊しちゃいけないっていうのが、ここの種屋さんの一大コンセプトが、それでラコリーナってイタリア語の丘という意味ですけど、要するにここにちゃんとなんか人工的なものと自然の中間的なものですよね、丘。で人間がこう行って、まあ、楽しんだりいろいろすることができる丘。それをだから後ろは本当の神様の山で、その前に丘を作ろうということで、今大きなコンセプトとしてあって、でじゃあどうしようかということで、その前ずっといろいろこう植物を建築に取り込む実験はいっぱいやってきたんで、それを使ってもう本格的に屋根を全部芝生で覆おうということで作ったのがこれです。あの茅葺きの屋根ってのも好きで、何かこう自然の山を感じさせるけど、やはりあの人工的でもある、ちょうどそのね、うん、一番難しいのはやはり自然の感じと人工的な感じのこの接点を探るっていうのが私の大きなテーマで、うん、これは割とうまくいった方だと思います。だからあの一見するとね、なんか自然のようでもあるし建築のようでもあるしという、どちらでもないという、どちらでもある。それはなぜそういう考えが。それはね、ずっと昔からね、建築がこう自然をと対立的であるっていうのが非常に疑問だった。で私自身が今田舎で育ったせいもあるんですけども、なんかこう自然と、要するにまあ大げさに言うと神様の作った自然と人の作る建築の間に何か接点があるんじゃないですか、なんかつなぐ方法があるんじゃないかっていうのはずっと考えてきた、はい、それでいろんな、まあ、建築士もそれで世界中そんなようなのを見てきたんですけども、それでこういうテーマで、このテーマはだからずもう二十数年設計してますけど、基本的なテーマとしてあった。それは建築が接点になるのか、この場合だと建築を覆う屋根というものが接点となって、うん、その自然と建築を、まあ、両方横断するっていうコンセプト。いや基本的にはね、まあ、あの建築と自然の間の接点を、だから具体的には緑と自然のこの柱がね、全部山の栗の木の丸太の柱です。だから材料と形でなんかその2つの接点を、で具体的には、まあ、あの自然の素材土とか色を使うのと、もう一個やはり自然を使おうという。ああで自然を使う方は難しい、うん、これは大体ね、あの建築に緑を取り込むと、コルビジェが山本失敗してますけど、屋上庭園うまくいかないんです。それをなんとかやろうと思って。素材はね、対する考えている、おそらく建築の基礎は素材だと思っている。現代建築っていうのはコンセプトあるでしょ、それから形があるでしょ、で構造決まるでしょ、最後に仕上げ材が決まる。で最後に仕上げ材は大抵電話で決めるのに金具持ってこさせて、それは間違いだと思ってる。人間が非常にあの相手を見るときね、顔を見ますよね。で日本の場合は顔色を見るっていう、うん、で顔の表情に当たるの皮膚の状態を見れば、あのお医者さんなんか全部わかるって言いますよね、うん、健康状態が。それと同じように僕はもちろん逆に考えてて、仕上げの素材があって、それの構造があって、それから形があって、うん、でコンセプトは最後にあるというふうに考えてて、で仕上げはすごく敏感にやってましてね。でそれでできるだけ自然の石、木、土、それからまあ草ですよね、自然の素材を使う。それもできるだけあの工業化しない形、まあ、工業しない形って、まあ、自然のものって全部個別なんですよ、うん、非常にこう木でいうと割れたり曲がったりするんですけども、それをできるだけとどめるようにして、うん、だから非常にこうラフな感じで使いたいっていう、でそれがまず第一。
今日も話してこの、まあ、芝が今すごく、あのよく生えてるんですか。ちょうど夏がもっと生え、ちょうど買ったんですけどね、夏はもっとガーッと出てまして、けど、まあ、さっきのお話ですけども、まあ、そういう苦労話を話さない方がいいのかもしれないけども、多分この芝を屋根に生やすっていうのはすごくそれは大変です。すごく自然的に見えるんだけども、すごく不自然な不自然なことですよ屋根にね、建築の形をして、技術的にはもう本当に散々いろいろ実験をして、相当あの科学技術の力を借りて、本当に土じゃないですから、繊維の土ですから、で可能になってるんですよね。だから僕自身はね、やはりあの科学技術っていうのは本当に、科学技術がダメだとかいう気はさられないんですよね。科学技術を表に出さないっていう、裏で使うっていうところですよね。じゃあ本当のさっきのお話のその原始的な要素とその近代的な要素っていうのをまあ統合させるっていう、統合されてるとか現代的な要素を裏側に使い二次性建築が出て現代的な要素を表に出そうとしたんだけど、僕は裏側へ使って表は古い要素で、古い要素でやっているという。でこの中でこれコンクリートと鉄骨造ですから、そうですね、向こうにあの今工事中のやつがあって、あれを見ると普通の建築に見えるんだけど仕上げの段階で全く違う違うという。それでただね、あのなんていうかな、奥にこういう二次世紀の進んだ科学技術の力があるってことを感じさせたくないのね。それはなぜ。いやそれはね、もう他の人たちが十分感じさせてくれたから。だからむしろ僕は屋根を大事にするっていうのは、あの日本周りの環境とやっぱ馴染むっていうことを考えてて、だからそうですよね、あのそういう点で言うとやはり表皮っていうか、その表皮っていうものの重要性って、で表皮が周りの環境とか人とかに一番大きな影響を与えるんだっていうところが、やっぱ他の人たちと違う考えになってるかもしれない。これはあのやっぱり昔の左官屋さんが土壁を作るというのをもうちょっと原始的にやりたかった。原始的に、それから素人が、あの社長がやってるあれ社長の手が、うん、やろうということで。でもそれはなんで、原始的というか、やっぱりみんな全てを見るとちょっと荒いじゃないですか。そうそうそう、荒いっていうか、その庶民建築っていうんですか、あ民家みたいな、庶民的なものっていうものをもう進化してるんだぞみたいなそういう風なのかなみたいな。それではなくて、むしろそういう庶民的なものをもう退化するとかですけど、もっと原型まで行きたいって感じが。だから土の原型っていうのはやっぱこれがこういう手で塗ったものだろうという、うん、だから原始的でかつ資源的っていうかね、それでこういう、うん、この土を手で塗るっていうことをやるんですけどね。けどここでやっぱりその先ほどおっしゃられた感触っていうんですか、あ触覚、触覚っていうんですか、触覚は大事、うん、だからこの木にしてもそうそうやっぱり触りたくなっちゃうじゃないですか。そうそう、こういうね、だから意外だったのは、僕はね人は触らないだろうと思ってた。いや、こういうのみんな触りたくなりますよ。そうそう、若い女の子が抱きついて写真を撮ってて嬉しかった。いや意外とね、そういう点ではみんなちゃんと平気でやってくれるっていうのは嬉しかったです。で、まあ、そうするとやっぱり形にももちろんこの形多分色ん選んでこういうふうに多分そうそうポジションしてると思うんですけど、うん、これは割と中学やってる。それはね、一応我々ああいうとこの収まりとかね、できるだけちょっと出してくれとか、そこはもう削ってやってくれとか、もう一つ一つそれは言って丁寧に、まあ日本の場合あの大工さん何でもやってくれるので。
それとかなり低くそれはねしてる、もうどうしてかと思うんですけど好きなんですよ、こう屋根を押さえるのが、あ屋根が、うん、だから首を下にしたいけど実際には無理だからそこだけしかしてませんけど、ね、ああみんなできるわあれぐらいの、うん、したいけどだけどそれは無理じゃん人ぶつかるのに、でも普通よりはずっと押さえてますよね。それは何かそのまあ外から見ればその屋根がまあ地面とつながってるっていうそういう風なだけど本当にはつないたくない、ギリギリはつなぐ力だけはすっていってほしいんだけどやっぱ切りたいんです、それが微妙なところなの、でこのままいっちゃうと本当に原始的になるんだけどそれをやりたくはない、あやっぱなんかそういうどっかねやっぱモダンさがあるんです原始的だけれどもやはり完全にはそこまでいかないっていう、すごい人だな、すごいですね、今度ここでやっぱり私の中に入ってた時にやっぱり藤森先生西洋建築を勉強した人だなって、空間的にやっぱり、ああそうでしょう、入ってきた時にちょっとしたシャトーとかそういうそういう感覚じゃないですか、そうそうです、入ってきた時にこういうまあ大空間が空間もあっ あって階段があってね、それは無意識的にそういう風になってるんですか、うん、もう今はもうこういうごく私にとっては自然なことですよね、はい、日本建築ってもともとはこう縦の動きがないんです、空間に、でヨーロッパはもう縦の動きをものすごく重視する、うん、でやっぱここ入った時は中はワーッとしたいっていう、それも、うん、だから私も入っていた時にああ外とは全然違う、そうそれは意識的に、意識的にね、これはねそのギャップっていうんですか、外から考えてると結構洞窟的に見えるところを中に入るとかなりモダン的な、ただね内外を分ける、空間内側を分けるべきだっていうのはね意外かもしれないけど、シャルトルの大聖堂で学んだ、それはねシャルトルを見て、まあ、正面バーンとしてものすごく背筋の上りを覚えました、ピッとこうここに神様がおられる、で中に入った途端にものすごく感覚的な感じがした、もう本当にこう心が解放し解けてる、それでそこで一応外観っていうのは精神に働いて内部は感覚に働いて、その2つは別物で分けていいんだっていうのはね、その時初めてシャルトルを見て、うん、理論ができた、あ木とかね有機物を焼くと最後に炭になって、まあ、灰になるんだけど、灰はまあ使いづらいので炭の段階で、だからなんかねこう有機物の究極の形は炭だって感じがした、で炭っていうのはほぼ地上で永遠に残りますから、で炭を建築に使え、だからそれは焼き炭っていうのを使ったと考えた、もう炭って面白いなって考えてるでしょ、どうなぜじゃあ焼き炭がこんなに私にちょっと興味深いかって考えていたら、そこは一種の有機物の究極の形だ、だったらもう意識的に使おうということで、だから現実が先ほどで言うとまず試してみて、炭焼いた炭の板を使ってみて、そこからこう理論的なことを深めて、またこう戻ってくるみたいにして、それで炭をもういろんな実験をやって、いろんなこう何作も何作もやってうまくいったりうまくいかなかったりしたんですけど、ここではもうこの大きさをどうやろうかっていうのが一番の大問題 でこれ社長以下、社長の家族とか社員でやったんですよ、で素人でもできるっていうことで、そうだってことで炭を割って抗菌剤でつけるという、向こうのその鉄にしても椅子にしてもとにかく何か手が加わってるじゃないですか、そうそうそう、
多分いろんなアイデアがあるんだろうなと思うのが、まあ、そういう誰でもできる建築っていうのを、まあ、仕上げですけどね、そうですね、を目指しているのか、まあ、それは仕上げにおいてはね、誰でもできるってことは原始的だけど資源的でもあるんですよ、うん、建築のオリジナルっていうのは、建築っていうのはあの非常に21世紀の工業製品の中で僕は非常に興味深いと要素を持っていて、21世紀のとか20世紀も以来そうですけども、大抵の産業ものづくりっていうのはですね、素人を入ることができない、だけど日本は特にそうですね、うん、特にだけど例えばね、建築だったら仕上げに限られるんだけど、素人がやっても一向問題ない。ところが例えばね、トヨタの工場でラインにビスを1個落ちてたらそのライン全滅ですよ、ね、全部やり直し、その言ってるのは密室じゃないけど工場っていうね、塀の向こうでしかものを作られてない。だから建築っていうのは街の中で現場で作ってるわけですよ、あの巨大なの。それに普通の人が参加することができるっていうことは非常に面白い問題を含んでいる。だからそれはね、あの建築というか建設というものの421世紀における意味だと思ってる。最先端のものでありながらなおかつ素人の連続感があるっていう。でこの場合はそのもう社員の人とも社長さんを含めて、そうそう、あと学生ももちろん学生も入って、それで結構みんな楽しんでやってくれてる、うん、でやっぱね、本物だから図画工作とは違うんですよ、うん、本物をちゃんと自分たちがやってもいいっていう、そこはね、うん、けどどこまで彼らのなんていうのかな、彼らに任せるというか、それはね、一応設計図があってこうしなさいって言ってるのか、ある程度のまあ何かな、料理のクック文ではないけども、こういう風にするとこういうものはできるぐらいな、それはあの一応あの頭の中にあって、それとやはり普通の人にこうやってもらうんだけど、やっぱ変なものとこが生じるんだよ、変なの、そこは直してもらう。だからもう微妙なんよ、そこはやっていないと分かんないの。だから、まあ、植物にしても植物にかなり任せて、まあ、育つのもあれば前育たないのもあるし、はい、職人にしてもある程度素人を使うからコントロールができないっていう、だからどこまでが理想であって、どこまでがやっぱりその状況からできてくる建築っていう、結構コントロールをまあ失うわけではないけれども、だからそこのね、でも基本的にはコントロールしてるんです。あの素人が好きで作った建物ってあります。僕はあれは興味深いけど、絶対あれは自分のやることではないと思う。だからちょっとその微妙なとこなんですよね。だから記号論的でも、まあ、面白いなと思ったのは、ない記号を使う。あ、だからそのもうその文化とかそういう歴史とかっていうものを使うんではなくて、そうそう、何か身体的に感覚のあるような、そういうものを記号として扱いながら、空間に対する何て言うのかな、感覚的なものを引き出すみたいな、そういうのはあのかなり意識的に、いやそれは今あなたに言われてそういうことかと思ったそれは。なるほど、そういう説明をすればいいなと今思うけど、多分言わないけれども感覚的に多分みんな分かってると思う、言葉にただしてないだけ。いや、おそらくね、普通の人はそこ、そういうこと分かってくれてるんじゃないかなと思う、うん、で普通の人ってもともと建築が言葉、建築に言葉の世界があると知らないから、うん、普通の人はだから建築が言葉とか知性の世界と実はね、非常にこうつながってるってことを普通の人だったら知らないですよ、うん、普通の人はなんかよく分かんない領域ですよ、ね、ヨーロッパでもね、インテリ以外は知らないと思う。
まあ、けどそういう説明がちゃんとないと、そうそうでヨーロッパの場合そういう歴史が長いからね、ルネサンス以降言語化していくっていう歴史があるけど、日本の場合明治以降ですからね、その建築を言語化しようっていうことになる。でだからその段階でおそらくもともと言語化できない伝統の部分も日本建築には残っちゃってるので、それはね、だから禅の思想みたいなものが建築の中にもあるとしたら非常に言語化しづらいです。ただね、日本にいて感じるのは建築への関心がものすごく高まってるの、普通の人も。これは昔ではないことです。本当にあの日本の人って、戦後の日本の人ってあんまり建築に興味を持たなかった、建築家以外はね。それが相当広がってて、特にあの芸術の人とか一般の人まで広がってるんですよ。だからその辺はね、やっぱその生命的なことへの危機感みたいなものがこういう広がりを持ってるのかなと思うことはあります、ね、特にあの結構若い女性なんかで意識的な人たちが私の仕事なんかに興味を持つんですよ。それはあれですかね、あのやはり今の建築がかなりこだわり的に、まあ形にしろ素材にしろいろいろな面ですごく、まあ、ディテールに着目してるっていう、はい、そこが一応接点となって一般の人たちも分かりやすくなったっていうことはあると思いますね。そうです、まあ、一般の人たちの気持ちって僕らには分からないんですけど、もともと建築が好きな人たちがやってるんだからで一般の人たちの気持ちは分からないんだけど、なんかそういうことはあると。でもここにすれば多分、まあ、炭がある、木があるこういう木の形のテーブルがあるっていう、はいはい、多分素直に理解できる。まあ素直に理解できるだろうねあのね、日常の延長のものですからね。けどそういう話は新鮮というか、やっぱり建築って抽象的な、やはりもともとがね、もとも抽象的なものですからね。だから空間って言われてもまあ普通の人は分かんないよ、ね、難しいじゃないですか。難しい。そこでまあこれももちろん後から話せるのかもしれないけども、まあそこを身近に近づけていくっていう中で、そういう庶民的な素材感っていうんですか、っていうのを入れることによって、まあ、藤森先生作品は近づけていくっていう、それはありますね。まあで僕が歴史、まあ、建築の教育を受けましたけど、建築の歴史切っちゃったでしょ。だからプロとしての事務所のトレーニングを受けなかった、そこが良かったのかもしれないんですけどね、うん、ただまあずっと歴史やってたっていうのは今になると良かったと思います。あのちょうど大きくこう丹下さん的なもの、20世紀的なものがだんだん変わり始めた時期ですよね。メタボが現れて、あの時期をいわばこう横回りしたとか通らなかったんですよね。横をずっと見てた、まあ、それは良かったのかもしれませんけど、ね、一応あの藤森先生も今の現代建築っていうのはモダニズムの延長である、基本的には延長だと思うんですよ。基本的な材料が変わらない限り、鉄道からとコンクリートをやる限り延長だと思う。延長線のものすごくこう前近線のね、だいぶ上限に近いところに来てんじゃん、うん、大変ですよここ生きていくのは作品を見ると結構あの、まあ、こういうふうに言い方してるんですけど、個人的な興味をがすごくあの印象の強い作品だけども、だからあまりそういう政治的な、あまりそういう社会的なことには
興味がないのかなっていうふうにも見えるんだけども、そうでもなく、いや、そういうところはやはり興味はあるんだけど直接的にタッチしないっていう、それはね歴史をやった時からの基本姿勢で、現実的なことには直接的には触らない。 なぜそれはね、建築家の仕事、建築家のやることではないって気持ちがやっぱ強いですよね、うん、建築家のやることはそういうことをやる人たちと共同しながらやるっていうべきで、それともう一個はね、建築家っていうのはそういうことはあんまり得意じゃないっていう感じがあるのね。それはね、やっぱ歴史やっててつくづく思ったんですよね。まあ、日本で言えば丹下さん、はいはい、丹下健三、はいはい、彼はやはりそういう社会的な多分関心っていうのがすごく高い、うん、すごく強かったですね。高いし、まあ、先ほどの話の中でもあったんですけども、もちろん建築的な関心というものもすごく、伝統の日本または国際的なそういうモダニズムというのをどういうふうに統合させるのかっていう、その2つがあって、藤森先生から考えるとあの時代では今ないというふうな、ただね、丹下さんもね最初はあのハンネス・マイヤーみたいな人だった、マルクス主義者ですから、うん、学生時代は。それをマルクス主義が弾圧された時期に変わっていくんですよね。だからハンネス・マイヤー的な人からだいたいね、バグロピウスみたいなところへ行って、最後はやっぱミス的なところへ行ってますね、うん、それはそれでね、もう一個は、まあ、あの最初は非常にこう反国家的な立場の思想はもういっぱい文章書いておられるんです。やっぱそれがで一度こう挫折をするんですよね。でハンネス・マイヤー的な生き方はできないっていう、でハンネス・マイヤー的な生き方をした仲間の人たちは大体刑務所入ってますからそれでもう刑務所入って、彼は刑務所行かなかった。その代わりやっぱしその時代ごとのその時代の大きな流れを表現するっていうより変わるの。丹下さん以降も日本の建築家の強さっていうのは海外の伝統について割合こう冷静に見れる、うん、例えばあの僕が感じるのはドイツの人はやっぱフランス的な伝統あんまり好きじゃないですよね。ああフランスの人はドイツ的な伝統行くと話してるとさ、ああフランスの人はあんまりミスなことしないし、ああドイツの人はこの人なんかいるのかみたいなことですよ。でそれはないんですよね。ああ日本の人はほとんどパラレルで、うん、みんな同じだってね、全然平気でおーおーってで見ていくでしょ。あのあれができるっていうのは非常に、おまけに日本の伝統はね自然に知ってて、 あれは非常にこういい方に働いてるんじゃないですかね。何か日本にそういう環境っていうんですか、あの藤森先生が言う、はい、そういう土壌、建築に対するそういう土壌があるからこそそういう新しい発想が生まれてくるんじゃないかっていう中で、そういう磯崎さんにすれば丹下さんを乗り越える、うん、またはその次の世代磯崎さんたち、うん、まあ、藤森先生もそうですし、うん、伊藤さん、伊藤豊雄さんとか、うん、彼らもその前の世代を乗り越えるっていう、うん、何かそういうふうな何か乗り越えなくちゃいけないっていうのが何か土壌として環境としてあるから、日本の建築っていうのがいつもそれは強くありますよね。あの明治にヨーロッパ入れましたよね。で日本から見ると突然入れちゃうわけですよね。でもうそれで行こう、それで、でまあ途中からヨーロッパの伝統と日本の伝統、ヨーロッパのモダニズムと日本の伝統、そういうのをベースにやろうと、ふとびっくりするのはね、割合ね、非常に変な言い方ですけども、日本の伝統なんですけども、先生に学ぶってことやっぱちゃんとするのね。どういうか先生を尊敬するってもするのよ。ああでヨーロッパの人たちの話を聞いててね、びっくりするのは誰に学んだってあんまり言わないのね。
みんな自分で想像してみたいなこと言うでしょ。こんなことありっこないんで、芸術の歴史って調べてみれば全部前のものを学んで否定しまいないで進んでるし、日本の人って割合素直に誰々に学びました。で、磯崎さんだと丹下さんに学んで、まあ、磯崎さんのうんと正確に言うとね、丹下さんを通してのコルビュジエだって言いました。それはね、後でだいぶ偏ってるっていうのは気づいたって言いましたけど、そういうなんか学びながらそれを超えていくっていうのは、うん、で、どう言えばいいかな、で、先生は弟子が自分を超えていくっていうのは寂しいんだけど、それは頭ごなしにすることはないんですよね。それは、うん、それは丹下さんのとこからあれだけの人材が育つわけですよ。だけど、でそういう人材がこう自由にやることを丹下さんは非常に好みましたからね。その、まあ、先ほどもお話しした、その、まあ、丹下さんの時がすごくもう社会的政治的いろいろな面で幅広い、うん、大江丹次はけれども、そうそう、やっぱり感性建築のその美学というところですごく奥深く入ったっていう中が、どんどん世代が、まあ、現代に近づいてくるっていうことと ともに幅がどんどん狭くなってきて、その奥がどんどん深くなっていくっていう、その多分光景に今いるんじゃないかなっていう中で、まあ例えばその、まあ、藤本壮介とか、まあ彼らっていうのはそういうあまり社会的な問題というよりかも建築のディテールというかこだわりというかっていうところにもう特化してるっていう中で、藤森先生も同じその若者と同じ視点でやってるんではないかなというふうに思うんですけども、その中で何かすごく気になるというか、気になるっていうのはですね、いや例えばね、まずいんじゃないか、丹下さんみたいな ああいうこともやっぱり我々は考えなくちゃいけないんじゃないかっていうような、それはね、不安はあるのかっていう、まあまあそこはね、あんまりねないの。その辺の不安を一番言うのは伊藤さんですよね。若い連中があまりにこう縦割りになっちゃって、縦割り宣言になって、伊藤さんはされるけど、ただ僕はね基本的にはあんまりその辺は安心してるのよ、うん、でいろんなこういろんな連中が特化したのがいろんな方向に現れてくるんじゃないかなと思って、まあ、その一つが、まあ、藤森先生のかもしれないんだけど、でそれがいつかね、なんかまあやっぱこうどっかでなんか一体化していくだろうって気はある。だからそれがどうなるか分かんない。だから正反対のものがどっかでつながってくるようなことが、それは伊藤さんとね、あんまりこうローカルの話になるけど、僕と伊藤さんは同じ地域で同じ時期に座ってる。だけどで若い時から親しいでしょ。お互いの仕事はもちろん尊敬してるんだけど、伊藤さんと話すことがあるのは全然こう言ってみれば反対向きだけど、どっかで何かこう一致することがあるんじゃないかなっては思ってる、うん、だからまあ今のそういうかなりこだわり建築が、まあ、世界ですごく認められてるっていうのもあるけども、まあ、将来的にはこだわりがいろんな形でつながって大きい、そうそうそう、なんかなるんじゃないかなっていうね、建築の、うん、なってくれればいいな。それはね、伊藤さんとはね生きてるうちありえないっていう感じでいるんだけど、あ、そうなんですか。だから僕らのうちにはやっぱり反対向いたままだろうけど、でもなんかね基本的になんかどっかで一致できるって感じはあるんですよね。それがわからないだけで、うん、どうなるか知らないけど、まあ50年後先ぐらい、いや50年じゃ無理じゃないか。